自撮りなんかしちゃったりして、送っちゃったりして、受けるかもな。もしもし。めくん、部屋着。もしもし、音聞こえない？びっくりした。じゃあさ、帰ったら。ごめん、うるさかったよな。え、配信者じゃないの？うっ、しまった。友達なのかな、わからん。くそ、もっと平然としろ。疲れてんだから。掘り下げないのか。それはそれで気持ち悪いんだが。